大物出ましたね、ゴヤ、はい、我が子を喰らうサトゥルヌスですよ、はい、サトゥルヌスっていうのはローマ神話の名前なんですよ。じゃあギリシャ神話では誰かっていうとクロノスっていう人なんだよ。大変偉い神様で農耕の神様なんでね、農業の土地とかさ食べ物をもたらしてくれる神様。この人は創造神ウラヌスの息子なんですよ。その鎌でもって自分のお父さんの男性器を切り落として殺すんです。で自分が、まあ、世界の神になったわけですよ。ところがそんなことしたもんだから、あんたも自分の息子にやられるよっていう予言をされるわけですよ。それで生まれてくる自分の子供を次々に食っちゃったんです。